これも同じ大学生の頃、インドネシアに行った時の思い出を絵本にしたものです。とても古いソロという町で、田舎のローカルバスに乗った時に聞いた町の音を絵本にしたものです。インドネシアという国はたくさんの島が集まっていて、一つの国になっています。ジャワ島、スマトラ島など、バリ島もそうですね。島によっていろんな文化が違っていて、とても素敵なところでした。ソロというのはジャワ島の町です。ソロの音。バスが止まり、窓の外を見ると、ラーメンの屋台のおじさんが丼を楽器のようにトントントコトン、トントントコトンと叩き、お客さんを呼んでいる。焼き鳥屋台のおじさんがテー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 と歌っている。誰かのラジオからは民族楽器の高い音の音楽、自転車タクシーのおじさんの涼しい口笛、突然ウクレレのような楽器と太鼓を持った若い男の人二人がバスに乗り込み演奏を始めた。陽気な楽器は軽いテンポで歌う。人の少ないバスは若いお兄さんたちのステージ。楽器はいろんな音と一緒に歌っていた。停車する間の短い劇場、お客さんも歌う。懐かしい音に心が踊り始めた頃、彼らは一曲だけ歌ってバスを降りた。もっと聴いていたかったのに。こんなバスの中の小さな思い出を残したくて絵本にしました。この一部です。